皆さんこんにちは、マリエチビへようこそ。本日はロシアから配信なんですけれども、今回はモスクワじゃなくて、モスクワから出て小さな地方の町に来てます。まあ周りにこんな感じですね。ここは小さな町、人口3万人ぐらいしかいない町になってるんですけど、まあだいたい周りの雰囲気とか周り駐車してる車の雰囲気などで、まあ、この、ね、大都市との違いは分かるかと思うんですけど、今からこのお店に行きたいと思います。はい、これは現地のスーパーマーケットですね。はい、じゃあ今から早速入りたいと思います。まあ、車はちょくちょく止まってるんですけど、今は日曜日の朝ですね。まだ時間は結構早くて人はそんなにいないですね。入り口はこんな感じ。あ、ここが出口。出口と入り口は別々になってる。奥で、これはあれだね。韓国じゃないか。中国の39ルーブル。こんな感じ。コーヒーとかお茶とか。まあ私はちょっとどうなんだろう、なんか、あ、でも安いね。確かにモスクワより安い感じがする。34ルーブルとか。これは子供のピューレ。これモスクワだったらまあ60、70ルーブルぐらいする。野菜はどうなってるか見てみましょう。まあ野菜は割と揃ってますね。人参、キャベツ、34ルーブル、50。これは1キロの値段ですから、皆さん1個じゃなくて1キロね。ここはあるナス、マナコ、肉と冷凍食品。冷凍食品は輸入は安いね。これは明らかに安い。全部100円ちょい。カスチューム？ちょっとすごく低い。で、400。2000。で、400。スカワロッキ。ああ、ここいろんなものも置いてある。机は3000円、勉強机。業務用作る。フライパンはこれパンケーキ用のフライパン1000円とか、まあ、これはいろんな子供用品。そろそろロシアは9月から新学年始まるから、いろんな文房具などは置いたりします。ちょ、もしコピムサーフィアって新しいしてにやと。おてて。150。お、布団だ。
マヨネス。まあこんなに小さくても地方のお店でも 1,2,3,5 種類はあるマヨネス。チーズ類は結構少ないね。チーズ類は全部で多分10種類ぐらいしかない。そんなにめちゃくちゃいろんなものがあるわけじゃないけど、なんか必要なものは全部揃ってるって感じ。あとは明らかに安い。モスクワの値段とかと比べたらこれは明らかに安いですね。これ飲む、これモスクワのスーパーだったら大体80ルーブルぐらいする。52だったりして。でも私たち今からちょっと市場も行くので、ここはやっぱりスーパー、皆さんは気づいたかと思います。人はちょっと少なめ、地方の人は、まあ、スーパーもちろん行くんですけど、大体あの市場も行く。大体必要なものは市場で買ったりしてる。まあ、私たちちょっと必要なものがあって、ちょっとテーブルが必要でテーブル買いに来たんですけど、そのテーブルは1500円で、ちょっとどうしても兄さんが買いたいって言ってからここのお店に寄ったんですけど、なんか食品の買い物を来たわけじゃないですね。ちょっあ、ちょいね、まあ、先ほど言ったように、現地の人はここ果物、野菜とか乳製品など、お肉、魚あんまり買わないですね、うん、なんか市場で売ってないものはこういうスーパー、に買いに来るんですけど、今から私たちもあの乳製品と、あとクレープ、なんかもうあの包んである、くるんである、なんかできてるクレープがあるんですけど、あのそれを買いたくて今から市場に向かうので、私たちもついでちょっと市場の様子、地方の市場の様子も見ていきましょう。地方の人はあまりスーパー行かないね、もしかして。まあお、メロンとスイカ、石炭、извините, можно одним глазком глянуть?これは在地場、これで地方のテイストが出ますね。картошка какая хорошая тут。
ミスの多い難しいバミスミチェわざちゃんすぐずぶりないめんあー、это вот тут вот запеканку сыр покупаете, да? А, вот эти что ли? Нет? А вот есть, да, какие-то коробочки? А, можно спаржечку, вот самую маленькую? А кто-то будет спаржечку? Да? Отрежьте творога грамм 200. А ты что, его возьмешь? Сейчас, подождите, 5-9. Давайте 9. 9, которые. Скажите, творог да. Сюда в очередь или туда? В любую. А, в любую, да. Ну, где-то так давайте, да. А можно вот этот сыр рулет? А вы его режете? Или так порежете? А вот этот кусочек на сколько будет грамм? 366 грамм. Берем? Ну, давайте весь. Пакет можно? А, да, давайте. Пожалуйста. А дайте веточку виноград. А подожди, вам переводом а, можно? А как, карточку надо? Переводом. Карты можно платить? Переводом? Филипп у вас нет сегодня, вчера. Филипп оставил, он чуть дам, и вам нужно. Одно? Не повезешь мне. Ну вот это давайте, да, две. Когда ведро картошки? 340. Хлеба. А какой вы обычно покупаете? Бокалы есть? Черный йог. А, халы, это вот это, да? Ой, это как вкусно. $226 皆さんはどうですか、先ほどの動画を見てスーパーマーケットと市場の様子あまあスーパーマーケットも本当にびっくりするぐらいガラガラだったんですけど市場行ったらなんかすごい賑やかで人が多かったですねあ商品を見たら、まあ、皆さんは多分分かったかと思いますが、例えば、新鮮な商品まあ、果物や野菜や乳製品、お肉、魚など、これは全部、まあ、スーパーだったらなんか遠くから持ってくられる感じで、あんまりすごい新鮮には見えないですね。うん、だからそういったものを買うのにみんな市場に行くんですね。じゃがいも買うんだったら、まあ、そこら辺のモスクワ州のじゃがいもも買えるし、また隣の州から、なんか直送してる、八百屋さんが多いから、あそこ本当に、まあ、新鮮なものを買えますね。そして乳製品の売り場もそんな感じだったんですね。一方、まあ、スーパーも、正直言ってこのスーパーはめちゃくちゃ安いなと思いました。もう奥のものは2、30ルーブルぐらいはモスクワより安いなというふうに感じました。あじゃあ、物価はちょっとお給料わからないと、その物価の感覚わかないというコメントを前回もたくさんいただいたんですけど、確かにこちらはもうモスクワじゃなくてモスクワ州という地方になっているので、お給料も結構その分下がります。
調べてみたら去年の平均のお給料は、7万5000ルーブル、これは、まあ、日本の、レート今のレートだったらだいたい13万円ぐらいですね、これはモスクワ州の平均のお給料になってます。なので、まあ、そこから皆さん、ちょっと考えてみてください。感覚的には日本よりは安いかなって感じですね。市場的に食べるものは、まあ、私は安く感じました。一方私の意見は偏ってる部分があります。なぜなら私は沖縄に住んでますね。で、沖縄県は日本内でも収入が最も少ない県、まあ、もしくは45か46位ぐらい。一方物価はとても高いですね。例えばリンゴ2個パックは、650円とかだったりしますし、あと牛乳1パック380円とかぐらいですね。まあ、牛乳はその 100% の牛乳ですね。乳飲料じゃなくて牛乳 100%ってことですね。もちろん乳飲料、例えば牛乳は 50% ぐらいしか入ってないんだったら、まあ、200円ぐらいの程度なんですけど、あくまでも 100% 牛乳、の話ですね。で、日本内でもまあ、かなり特別な感覚があるので、私はあんまりなんか客観的な意見述べないかもしれないから、皆さんは逆に、皆さん住んでる都道府県で、物価はどうなってるか、まあ、例えばじゃあこうしましょう。牛乳はいくら、卵はいくら、リンゴ1キロはいくら、じゃあじゃがいもは1個いくらとか、あと卵ですね、大事なのは卵、あと油いくらするか、皆さんコメント欄でぜひ教えてください。シュジクというスーパーマーケットなんですけど、全部で3138ルーブル払いました。これ日本のお金だったら5000ルーブルぐらいなんですけど、食品だけじゃなくて実はいろいろ買っちゃったんですね。なんか皆さんは気づいたかと思いますが、食品だけじゃなくていろんな文房具やら、日常商品やら、その家の中で使われてるものいろいろ置いたりしてるから、食器とかお鍋とか、まあ必要になりそうなものが出てるから、そのお店では買えるんですね。しかもこのスーパーの面白い点は固定されてないですね。例えば今回テーブル買いましたが、なんかお庭用のちっちゃめのテーブルなんですけど、これはずっと売ってるわけじゃなくて、まあ、時期的に売ってる。今はダッチャシーズンで、まあ、8月暖かい時期だから、じゃあ1ヶ月の間だけそのテーブルが売ってるよっていう感覚。じゃあ9月になったらまた何か新しい商品が出てきますし、このテーブルがなくなります。お兄さんと一緒に行ったので、お兄さんはどうしてもこのテーブルが必要ということで買いました。これは本日一番高い買い物で999ルーブルですね。1700円ぐらいって感じかな。これは一番高くて、あとは300ルーブル2299、テーブルクロスは299、500円、あとはね、高いのはね、3桁、199、これは何だろう、あ、本だ、本、あ、ちょっと本買いました。動物の本199で、これは350円ぐらい、ですね。まあ正直言ってとても安いですね。もう本屋さんだったらめったにその値段の本はないですね。ロシアでも700、800円とか1000円、1000円超えの本は結構多いですね。まあ1000円前後。で、そして3桁の数字はチーズ。チーズは何グラムかな ?200 グラムぐらい。まあ、おろしチーズっていうチーズで、何かにサンドイッチの上にかけたり、スパゲッティの上にかけたりするチーズですね。あとは19109、これはお菓子ですね。お菓子170円ぐらい。あとはすべて2桁ですね。お茶は紅茶69ルーブル100円、110円ぐらい。お菓子もう一つ100円、59ルーブル、そしてもう一つは同じく、お水、ダチャでその水道水は使えないので、ここは、まあ、そういう地域になってるので、なんか鉄分がすごい高くて、体洗う時も使えるし、食器洗う時も使えるけど、飲料水としては使えないので、水はいつも別で買ってます。で、今回は、5リットル2つ2本買いましたが、1つは80円ですね。5リットルのお水は80円。コーンフレーク
コーヌフレーク150円、牛乳は120円、子供用のなんかクッキーチョコビスケットみたいなお菓子なんですけど、これは50円、袋で。そして飲むヨーグルト、私の飲んでたやつ、あれは90円。ベッドティッシュ99ルーブルだから170円ぐらいですね。170円、200枚入り、これはあのベッドティッシュってか、なんかお尻拭きとしても使えるので、あのうちの甥っ子は、小さいのでその甥っ子用に買いました。これ言ったし、まあ、あとお菓子お菓子お菓子と、チョコレートですね。まあ、チョコレートは、100いくらか、130円ぐらいですね。130円ぐらいです。チョコレートは意外と日本と同じくらい値段しますね。これはそのスーパーマーケットで買ったもので、そして市場で買ったもの の, あのレシートないんですけど、まあ、あの1つ2つ買い物しましたよね。まずちっちゃなお店、そのお店は、まあ、あの乳製品とお肉、お肉製品、なんかハムとかソーセージとかコバサとか、いろんなお肉類、とあの乳製品たくさん売ってました。皆さんは見てましたよね。あそこはすごく新鮮で、まあ、大体あの賞味期限は短くて、あの最も新鮮なものですね。例えば昨日作られたもの、今日作られたものというものが多くて、で全部で1200ルーブルぐらい、使ってました。何を買ったか皆さん見てましたよね。まずロールチーズ、何に一番近いかな、日本に本当にこういうのはないからなんか例えようがないんですけど、なんか固めのロールチーズで、その中に、トーラク、お豆腐状に近いものが入ってて、でそして、パセリとか、あとニンニクとか、まあ、そういうちょっとあの特殊な味になってるんですけど、とても美味しいですね。それは結構高かったね。 300g 買ったから、180ルーブルでしたね。あとトゥオラク 200g お願いしましたので、皆さん見ましたね。なんかケーキみたいな感じでトゥオラク置いてあって、でどれぐらい、まあ200g、300g か、まあ、これぐらいカットしてください。あの、どっちか行って、袋の中に入れてもらって、あの、そういうふうに販売されるんですね。とっても新鮮で、とっても美味しいトゥオラクですね。これは本当に、あの、郊外しか食べられない、味ですから、本当にスーパーで、この工場で作られたものと、このトゥオラクのものを食べ比べたら、もう本当に雲泥の差だから、比べ物にならないですね。サルクリームもそのままなんかそういうカップの中に入れてもらって、だいたいどれぐらいかじゃなくて、小さめのカップか中ぐらいのカップか大きなカップなんかその中に選んで入れてもらうんですね。あと何買いました、アスパラですね。そう、漬物のアスパラ、もう自分用にちょっと買って、あと何でした、こんな感じですかね。あと別にパン買いました。まあ皆さんはどれぐらい並んでるか見ましたが、それはなぜなら美味しいですから。みんな早めに行って、あの好きなパンなくならないうちにパンを買うんですね。パンはまあそれなりに値段はするんですけど、それでもあのものすごく行列できるぐらい人気なお店ですから、まあ多分もう値段上げてもあの人は来るから、そのお店はまあそれで成り立ってるんですね。あとブドウも買いました。最後にこれどれぐらいだったかな、240ルーブル払ったんですけど、1キロ以上だと思いますね。1キロ以上、結構2枝ぐらい入れてもらったので、そうだね、結構重かったですね。240ルーブルで、その瞬間にあの動画は消えたんですけど、それなぜなら皆さんあの絶対聞いたことない不思議な支払い方法一つあります。ロシアで、私は現金なかった、だけど市場だから、そういう機械、なんかあのカード決済機械向こうは持ってないらしいですね。じゃあどうするか、送金する、はい。まあ、結構ロシアの銀行の場合はオンラインバンキング開いて携帯で相手の電話番号を入れて、じゃあこの人に例えば240ルーブル送金します、はい、送金ピッとボタンを押して、で大体5秒ぐらいにあの相手の携帯にメッセージが来て、はい、入金されました、お金入りました。結構早いので、なんかその場で
あのいくらいくらじゃあ私のカードに番号でしょあの送金してくださいという感じであの払う人が多いです。あこれなかなかあのロシア以外そういう支払い方法に巡り合ったことはないからおそらくないかと思いますが、まあこういうのはありますよ。あの一つあの支払い方法として、まあそもそもあの商品が食品があるかないかという話なんですけど、食品に関しましてはあのどこかで食品なくなるっていうのは、ないと思いますね。あ前回の動画であのモスクワのスーパーマーケットで動画撮ったから、もう全部モスクワで集まってそれ以外の地方何もないでしょっていうコメントは意外と多かったんですけど、あロシアの仕組みは、なんとか州なんとか共和国っていろいろありますね。大体まあ、モスクワ州だったらモスクワ州だし、この隣にあるのはウラジミル州とかトゥーラ州だったらあのそのものをメインで売ってる、その州で作られたもので何か足りなかったら、隣の州からだいたいそれ仕入れるんですね。例えばあのわざわざじゃあ牛乳は極東で作られてるんだったらわざわざ極東から仕入れるあのことはめったにないですね。あのだいたい隣の州、あ例えばじゃあ野菜はここはちょっとだけ寒い地域で奥の野菜はここであの作れないから逆にあの南の地域からあの直送になってる。あじゃがいも買った時はこれリャザン州の、じゃがいもだったんですね。じゃあこの州はたくさんこんなもの作ってるから、まあ、まず隣の州にこうやって配ってる。だけどじゃあリャザン州だけはじゃがいも作ってるかって言ったらあのそうではないですね。やっぱり多くの、 あの場所ではあの野菜作られてるからじゃあその近くの、 あの地域から仕入れるんですね。あですからそこまでものすごく高くならないし、通常にあの作り続けるんですから、食品にまず困ることはないですね。で皆さんにとってあの新しい発見は多かったかもしれないんですけど、皆さんも第三者の意見をぜひコメント欄で、聞かせてください。そしてマリエチビーにはつい最近、メンバーシップできました。よりジップな動画を見たりよりジップな話を聞いたりメンバー限定の生配信を見たい単にマリアのことをサポートしたい方がいらっしゃいましたらぜひ概要欄からメンバーシップの詳細をチェックしてみてください。こちらの動画も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。パカパカ。